覚悟を決めたのですね。では私の知りうる限りのことを、あ、ここ重要。ポリセスみたいなもんでしょ。時のオーブを壊したとき、はい、あなたが過去へ持っていけるのはおそらく、おそらくあなたの記憶ともいえる冒険の記録と、はい、あなたがこれまでに得た戦いの経験、戦いの経主人公のレベルはそのままっていうことか。そして、はい、時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫、その中にグレイグ入れればいいんじゃね。あなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。結構たくさんあるやん、カプセル金庫。グレイゴいけるんちゃう。あなたが時のオーブを壊したとき、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入る。持ち物を持っていけるっていうことか。あなたのこれからの冒険に必要なものを、なるほど、運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、一度も使ってないよね。あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。あ、勇者、後ろにあの背負ってる剣が勇者の剣になってる。魔王の剣ねえ、装備してたはずなのに変わってる。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。あれ大丈夫なんですか。あれまがまがしいし、なんか闇のなんちゃらがなんちゃらかんちゃらってなんか説明されてましたけど、時の番人さん。さあ、私の知りうることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、うわー、行くぞこれ。マジか、どうぞって。今の聞いてたのかな、みんな。まあでもここは会話変わらないか。よし、行こう。あ、いいんすか、行って。もう後戻りはできません。それでも過去に戻りますか。はい。わー、2回聞かれちゃったこれ。マジで戻れねえんだ。行こう。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。前へ。あ、やっぱ止めてくれるん、あ、ほら、なんだ、カミュ、やっぱ行くなみたいな。過去出会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。グレイグ、いや英雄だなお前な。そうだね、そういうことだよね。まだウルノーガの策略に気づいてない頃のグレイグと対面することになるでしょうから。もうグレイグったら、シルビー、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。うわー、おしゃれ。めちゃくちゃおしゃれな言い回し。あなたなら大丈夫よ。うん、きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。
でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。うわぁ、マルティナ。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。じいちゃんちょっと怒ってないか。あー、怒ってない。顔つきになったの。わあ、ちょっと待ってよ、泣かせんなよじいちゃん。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わあ、お主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。あの時あの瞬間に戻って、ね、体重が落ちるのを阻止してみんなを救うという。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。じいちゃん。セーニャ。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。だから。何だから。なんだセーニャ。また私のこと探し出してくれますか。うわお前ら名言しか言わんやん。マジか、お前ワンピースか。何度だって探し出すぜセーニャ。うわ、泣いてるやんセーニャ。今涙落ちなかった？なんかそういう風に見えたんだけど、気のせいか。涙は見せませんって言ってたもんね。うわぁ、告白みたいなもんだよね。探し出してくれますか言うて。さあ、時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。わあ、副題回収、サブタイトルの回収、過ぎ去りし時を求めて。かっこよすぎるだろうこの回収の仕方は。あー、やっちゃったねこれは。待ってくれ。わあ、じいちゃん。俺たちはもう一度お前と旅をするからな。カミュ。また会おうぜ。うわ、あ、これ時を遡ってんだ。ウルノーガ戦。あ、ベロニカ。遡りすぎじゃねえか。あ、お魚ね。遡りすぎではないか。エマ。走馬灯みたいな。その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。初めてデルカダールに行った時だ。俺は信じる。勇者の奇跡ってやんちゃだった時のカイメさんね。覇気から飛び降りた。お会いできる日をお待ちしておりました。ああ、双剣の姉妹シルビー。シルビアは本当変わらないな。
シルビー、ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。仮面舞踏会で出会った2人ね、マルティナ・ロー、ウルノーガなる者を打ち果たし、ファナードさん、世界の未来をお守りくださいませ。うん、どこだここ。あ、静寂の森じゃないかこれ。あ、魔王の剣。まがまがしすぎるだろお前。すげえなデザイン。あー、これ記録したらもう後戻りできないっていうことだよね。記録しましょうか。わあ、時を超えた旅人。過ぎ去りし時を求めて再び世界を救う旅に出た勇者に贈られる称号。はあ、過ぎ去りし時求めちゃいました。来ちゃいました。あれさっきの静寂の森じゃなかったな。普通にラムダの近くか。どのタイミングに戻ってんだこれ。大樹が落ちる前でしょ。ちょうどあれかな、勇者ご一行がラムダに着いた時点かな。あら勇者様、仲間の皆さんと大聖堂へ向かったはず。大聖堂、落ち着かない様子。そりゃそうだよ、時超えてきたんだからさ。大聖堂に行けいうことか。大聖堂にみんないるの。あ、綺麗なまんまや。まだ大樹が落ちる前だ、これ。ねえ。お前らは、こん時からいたんだ。ワンちゃんステップ踏んでる。うふ。うふ、わふ。お日様みたいか。いい表現だな。ああ、やっぱり、そうか。パパとママも、普通にいるな。探してました。大聖堂。いや、やっぱ大聖堂だ。あ、今なんて言った？幻？勇者様が、消えてしまった？え？こっちの世界の勇者はどうなったんだろう？なんかドラえもんの世界みたいな感じになってるけど、これはなんか前も言ってたセリフだな。いや、これ大聖堂行ってみるか。行ってもいいっすかお姉さん。まがまがしくて凶悪な剣をお持ちなのですね。これね、いや、ビレ版で買ったんすよ、ビレッジヴァンガードで。うん、レベルとかどうなんだ。あ、レベルそのまんまだな。装備品もそのまんまだ。あー、どうしてでしょう。幸せなはずなのにこの子を見ていると胸が締め付けられるような気がしますわ。まるで随分前に一度死に別れてしまったような、そんな気がしてならないのです。はあ、私は随分前に結婚したのですが、なかなか子宝に恵まれなくて、正直子供は、あ、これは聞いたよね。これさ、
まあ、なんか堀井さんが、堀井雄二さんが言ってたんですよね。分岐した世界はどういう関係性なのかみたいなのをなんか語ってるのを聞いたことがあって、堀井さん曰く2つの世界は最終的には収束して1つの世界になるみたいな、確かねそういう表現をされてたんだけど、まあ、僕自身はその2つの世界がね収束するっていうことのそういう意味合いがよくわからないんだけど、まあ、なんとなく2つの世界は異なっているように見えて実際はつながってて、互いの人物同士は干渉し合ってるから、やっぱこういう風にさ、こう、まあ、記憶があるっていう表現が適切かどうかはちょっとわかんないんだけど、こう巻き戻る前の世界の感情がこっちの巻き戻った世界の人にも影響を与えてる場面っていうのが多分見受けられるんでしょうね。大聖堂行っちゃう？行っちゃっていいんだよね。行っちゃうか。なんもないしな。ここ大聖堂だったよね、ここ。セミカ様。ああ。私たちの使命を果たす。ベロちゃん。時がやってきました。ベロニカだよね、この声は。うわぁ、後ろ姿。モノホンのベロニカじゃない？集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者様を導きます。大樹は選ばれた者だけ入れる未開の地。その先に何が待ち受けてるのか行ってみないと分かりません。うん。でも例えどんな災難が起きたって私が必ず彼をこの手で守ってみせます。わあ、これを実際にねえ有言実行したんだよな、ベロニカは。ああ。彼は私たちの希望の光、その光がある限り、ベロニカ、世界は闇に染まらない。私そう信じてますから。ベロニカ会いたかった。だから無事にずっと会いたかったぞ。お前見守っていてくださいね、セミカ様。いや、これ主人公、お前、泣いてんじゃねえの？っていうか、このごっつい剣は何よ？あんた今までどこ行ってたの？ビレ版で買ったんすよ。ビレッジヴァンガード。急に消えたんでしょ、主人公。大騒動になってないか？うん。うん。うん。うわぁ、もうベロニカだわ。長老様の話を聞いてたら、あ、指さされた。なっちゃうんだもんな。びっくりしちゃったわよ、お前。うわぁ、もう全部がベロニカ。すべてがベロニカ。ん？あんた一体どうしたの？そんな泣きそうな顔で見られたら、そりゃ泣くよ、お前。勇者、でもこの勇者の顔を見せないところがすごくいいよね。これから大仕事するってのに。肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。はい。しっかりしてよね、勇者様。うわぁ、ベロニカだわ。めっちゃベロニカ。会いたかった、ベロニカ。あ、みんな。みんな来た。戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。あー、シルビア。どうしたの？さっきからみんなの顔をじろじろ見たりして。
まあ、主人公にとってねえものすごい別れ方をしたから、いやでもね、二つの世界は収束するっていう風な表現をしたけど、やっぱり僕の感覚もしくはプレイヤーの感覚からしたら、ここにいる仲間たちはね、今までいた仲間たちとはやっぱりちょっと違うんだよね。ウルノーガを討伐したっていうその大きな経験、そしてもっと言えばね、ベロニカを失ったっていう喪失感を共有したっていう部分がないから、なんかどうしてもなんか違うっていう風に思っちゃうんだよね。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そんなの持ってたら悪魔の子って言われても仕方ねえぜ仕方ないよな。いや、ビレ版で買ったんですよまあいいや、それよりも早くぶっ飛んだ剣命の大事に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまったよ。あー、やっぱこれから命の退場に向かうっていうところに巻き戻ったんだ。あ、時の番人が言ってた通りだね。始祖の森の山頂にある聖に、髪が長い。私たちがまず6つのオーブを捧げれば命の退場に行ける、うん、ということでしたね。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。いやー、これあの時と同じだな。うん、最初にね向かった時と祭壇に。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の退場へ向かうぞい。え、うん、あ、主人公うなずいてる。いやちょっと待って、お話聞かせてもらえ、猫あ、なるほど、装備品はだから装備品もあの時と同じ状態に戻ったっていうことか。実際にあの命の祭壇、命の大樹に向かう直前の格好がこれだったから、みんなこれになってんだ。猫ベロニカ、まったく、イオリったらレディが祈っているところを覗くなんて勇者のくせにはしたないわよ。それに私の顔を見てなんだか泣きそうになってるし、シャキッとしなさいよシャキッと。そりゃ泣きそうになるぞお前。ベロニカだ、ベロニカだよね、ベロニカだ。シルビー、もう、イオリちゃんたら、いつの間に、剣を新調していたの？私、イオリちゃんのセンスに文句をつけるつもりはないけど、ずいぶんトゲトゲしてて、凶悪な、これはだってウルノーガのデザインですから、僕のセンスじゃないですよ。お主の父親、アーウィンもエレノアとの、婚儀の直前に緊張してな。ああ、主人公緊張してるように見られてんだ。よくわからん場所をフラフラしていたんじゃ。最近のお主は、目元といい、ますますアーウィンに似てきたの。やはり血は争えんものじゃな。マルティナ、ああ、無事でいてくれてよかった。私が目を離した隙にイオリが魔物に襲われていないか心配だったわ。子供扱い。あら、イオリ、なんだか少し背が伸びたんじゃない？私の気の、いや、大冒険してきたからな。やっぱ貫禄とかも出てるんでしょう。セーニャ、お話中に音もなくいなくなるなんて、いつもフラフラしている私でも、イオリ様の真似はできませんわ。セーニャ、ちょっとなんかふわふわ感が戻ってるな。やっぱり、あら、イオリ様、微笑ましいものを見るような、おい、イオリ、お前。探し出したぞ、お前。セーニャ、ちゃんと。また会えたな。イオリ様を見失ったのはほんの少しの時間なのに、なんだか懐かしい感じがしますわね。これも干渉してるのかな、もう一つの世界が。カミュ。
一緒に長老の話を聞いていたはずなのに気がついたらいないんだからな。みんなお前のこと心配してたんだぞ。お前ちょっとぼーっとしてないか。今が昭和年場なんだからシャキッとしてくれよ。せやな、命の大樹行くんだから。いやー、ベロニカだな、ベロニカだわ。はい、ということでね、無事、主人公イオリは、時を巻き戻って、大樹が落ちる直前まで戻ってこれました。そして、念願のね、ベロニカとの再会を果たすことができました。これはね、やっぱこのシナリオは素晴らしいよ。もう、堀井雄二ここにありっていう感じのね、過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトルをさ、まさかこういう形で回収するとはっていうね、鮮やかさと、そして、ね、ベロニカが、こう、再び仲間に加わった安心感と、でも、今いる仲間たちは、あの時の仲間たちと全く同じではないっていう、ちょっとした物悲しさもあって、すごくなんか、考えさせられる、重厚感のあるストーリーだなと、思うんですよね。まあ、ストーリーはまだまだこれからね、続いていくんですが、まあ、今回はね、ちょっとここで、一旦切りたいと思います。これからね、再び、また命の大樹に向かって進んでいきますので、次回以降また見ていただければと思います。それでは、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様でした。